こんにちは、シードクムスチャンネルのハルです。今日はお腹の調子を整えるデトックスヨガを一緒にやっていきましょう。仰向けになります。マットの上でもベッドの上でもいいです。頭を倒して足を楽に前に伸ばします。肩や足の力を緩めて、両手をお腹の上に乗せていきましょう。鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませます。吸い切ったら息を吐いて、お腹をへこませるようにゆっくり吐き出していく。もう一度吸う気でお腹に空気を入れて、吸い切ったら鼻から吐き出します。あと一呼吸いきましょう。吸ってお腹風船のように膨らませて、鼻から吐き出します。息吐き切ったら、今度両手を体の横に下ろして膝を立てます。足は腰幅、膝の下にかかとが来るように足の位置調節しましょう。吸う気でお尻を上げて橋のポーズです。足の裏全体で床をして、足の付け根を上に引き上げます。もし余裕があったら、両手を頭の上に万歳して伸ばしていきましょう。鼻から大きく吸って、吐くときにもう一つお尻を上げて、お腹を縦に長く伸ばします。お腹の伸び感じながらゆっくり深呼吸。もう一度吸って、鼻から吐きます。息戻るときは背中を丸くしながら、お尻をマットに下ろし、両手を体の横に下ろしていきましょう。一旦お腹の力を出てリラックスします。 OK、 この動きもう一度いきます。吸う気でお尻を上げて、いけそうだったら両手頭の上に万歳。脇腹、お腹の前側が長く伸びていきます。広がっている体の前側にたっぷりと呼吸を送っていきましょう。息戻るときは背中を丸く、お尻をマットに下ろして、両手体の横、今度は両膝胸に寄せて両手で抱えます。ガス抜きのポーズ。この時も吸う気でお腹を大きく膨らませて、吐くときにへこませます。もう一度吸って、吐きながら両手で膝を胸に引き寄せましょう。あと一呼吸いきます。鼻から吐いて、手を解放し、左足を前に伸ばします。今度ねじりのポーズ。左手で右膝を持ち、右手は肩の高さ。お腹で息を吸って、吐きながら膝を左に倒して、顔を右に向けます。この時はお尻が浮いてもいいので、ねじれるところまでねじりを深めて、今ねじれているお腹をもう一度膨らませながら腹式呼吸、今日は繰り返します。反対行きましょう。吸って顔と膝を真ん中に戻し、吐いて足を前に伸ばします。今度は左の膝を胸に寄せて、右手で膝を持ち、左手肩の高さ。お腹で吸って、吐きながら膝を右に倒して、顔を左に向ける。一度お腹の呼吸を繰り返して、優しく内臓をマッサージしていきます。便秘の解消にも効果的なポーズです。吸う気で顔と膝真ん中に戻したら、一度吐いて両膝胸に寄せて両手で抱えましょう。持てる方は肘と肘同士をつかみます。息を吸って、吐きながら頭を上げて、おでこと膝を近づける赤ちゃんのポーズ。下腹に力を入れて、余裕があったら両手をそのまま前に伸ばしていきます。お腹に熱を作るポーズ、代謝アップに効果的です。少しプルプルしますが、そのままキープしましょう。頭ゆっくりと下ろしたら、両手を腿の裏に添えて体を起こしていきます。
今度四つん這いになります。両手を前について肩の真下に手首、手のひらは大きくパーに開いて床につきましょう。膝はお尻の下に膝がくるように調節します。キャット&カウのポーズ。鼻から息を吸って背中をスッと伸ばし、吐く息で顎を引き、目線を引き、背中をグッと丸めます。この時にお腹をしっかりと引き込んでいきましょう。反対吸う気で背中を反らせて、目線斜めで、両手でマットをして胸高く上に引き上げる。今はお腹が伸びている状態です。繰り返します。吐いて背中を丸く、両手両膝で床をして、背中高く上にお腹を引き込みます。吸って反らせましょう。お尻をグッと上に向けて、お腹を胸を反らせる。吐いて丸く、自分のペースで大丈夫です。丸めるときはへそを覗き込んで、吸って反らせます。視線上げて気持ちよく体の前側を伸ばしましょう。息みたいところで四つん這いの姿勢に戻ったら、両手を一本前に歩かせて肩幅、そのまま腰お腹を下に下げていきます。肩の真下に手首を置いて、両手でマットをしながら胸高く上に引き上げていきましょう。アップダウン、のまま深呼吸します。鼻から吸って、大きく吐く。お腹が縦に長く伸びて、内臓機能を整えていきます。あと一呼吸置きましょう。今度はそのまま体を左右にねじっていきます。自分のペースで大丈夫です。お腹力が抜けないように、なるべくグッと引き上げながら、お腹からねじる意識で行っていきましょう。では動きを止めて、お尻をかかとの上に下ろしているのポーズ。おでこをついたら肘を曲げて、肩の力も抜きます。お腹を大きく膨らませながら呼吸を繰り返して、息で体の力も緩めていきましょう。両手を胸の横につき、頭は最後になるようにゆっくり起き上がります。お疲れ様でした。このチャンネルでは皆さんの健康に役立つ情報をたくさん発信していますので、ぜひ他の動画もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。